液状、今三十家の一覧では、液状に記載された六十四家の内状況にある三十家を相乱する。家境の三十四家については収益家境十四家の一覧を参照。犬は六十四家の第一番の家。上下共に犬で構成され、すべての項が非。通称、からため天。四月に廃される。天の表彰であるが、天は目に見える。 形のことで、犬はその働きであると、収益正義は得。十四家の最初にこの家が置かれ、その次に地を示す羊猿が置かれるのは、除家殿において、天地あり。しかる後、万物製図とされる。刑事殿ではまず、現行都市差だとされている。犬、現行、都市差だ。羊猿は六十四家の第二番目の家。上下共に、羊猿で構成され。 すべての孔が影である。通称、羊猿ため字。十月に廃される。地の表彰であり、天である犬と共に万物を生成する。羊猿、原稿。離品和の帝。君子有、勇王、鮮明、孤独主里。西南徳、友王、東北も友王。安定吉。田室は六十四家の第三番目の家。内家が真。 外家が噛んで構成される。通称、水雷トン。除気伝には、天地があって後、万物が生じ、天地の間に満ちるのは、万物のみであるため、田室でこれを受けるとあり、田室とは、えい、ものの初めて小図であるとされる。田室、原稿、年差だ。持ちよう、遊欧、利立公こう。もうは64家の、第4番目の家。内家が噛ん。 外家が牛虎で構成される。通称、三水網。除家伝によると、毛とは、網、物の地気であり、物が生じた当初は毛前であるため、田室の次に置かれるという。網、通る。日和が旧同網、同網旧が、発税告げ、再三うな手、うな手即仏げ年差だ。樹は六十四家の第五番目の家、内家が日、外家が勘で構成される。 通称、水天樹。除家伝によると、樹とは、飲食の道であり、物が幼い時は養わなければならないので、物の次に置かれるという。また、丹伝では、樹とは、素であると説く。樹、有高。光通る。定吉。李正大川。昭和六十四家の第六番目の家。内家が冠、外家が犬井いで構成される。通称、天水症。 ジョケデによると、章とは、章であり、飲食には、争いが付きまとうので、樹の次に置かれるという。章、有高、筆、中吉、宗教、リミオな、ナ。振り章大川。死は六十四家の第七番目の家。内家が官、外家が羊猿で構成される。通称、水石。死は、軍隊の意味であり、ジョケデによると、争いがあると大衆が立ち上がるので、 小の次に置かれるという。死、定、竹人養子ぶとが。日は六十四家の第八番目の家。内家が羊猿。外家が噛んで構成される。通称、水地日。日は、親しむの意味であり、除家殿には大衆すなわち人と、人は親しむので、死の次に置かれるという。日、吉、原税、元長ただし、ぶとが。船へ語らい、ご不況を。 小竹は64家の第9番目の家。内家が羊猿。外家が噛んで構成される。通称、風天小竹。竹は、竹の古児で、集める、とどめるの意味であり、除家殿には、人と人が親しむと集まるので、火の次に置かれるという。小竹、通る。密運不雨、自我成功。理は64家の第10番目の家。内家が直し。 外家が犬いで構成される。通称、甘さ割。利は、不無の意味であるが、除家伝では利は、霊であるとし、物が集まると霊ができるため、小畜の次に置かれるという。リコビフ鉄人、通る。タイは64家の第11番目の家。内家が火、外家が羊猿で構成される。通称、自転安すし。1月に廃される。タイは、 通じるの意味とされる。除去伝には、踏むことで安定を得るためにの次に置かれるという。上に、影やらの羊猿。下に、洋強の犬居があり、天地の木が交わる。安定した姿の象徴で駅船のロゴマークとして、国内で使われている。対、小のぼりを着た。吉、通る。稲は64家の第12番目の家。内家が羊猿。 外気が犬いで構成される。通称、天地比。7月に廃される。稲は、塞がるの意味である。稲字の音は否定の意味では、風の三世。閉塞の意味では、パイの三世であるが、日本漢字音では、同様に、比である。除気殿にはものは、通じるばかりでなく、塞がるので、タイの次に置かれるという。稲の比人。ふりくん指定。大のぼり将来。 同人は六十四家の第十三番目の家。内家が利、外家が犬いで構成される。通称、天下同人。同人は人を同じくすであり、道は街道、共同の意味である。除家殿には物は塞がるばかりではないので稲の次に置かれるという。同人うや、通る、理所大川、理君指定。第は十四家の第十四番目の家。内家が、 外家が非、利で構成される。通称、家庭大友。大友は、大いなる所有の意味であり、除家伝は人を共同すれば、物はそこに帰属するので同人の次に置かれるという。大あり、現行。県は十四家の、第十五番目の家。内家が牛虎、外家が羊猿で構成される。通称、地山県。県は県村の意味。県、通る、君子優秀。 世は六十四家の第十六番目の家。内家が羊猿、外家が真で構成される。通称、雷地よ。世は、喜ぶの意味。世、利立工業し。下側六十四家の第十七番目の家。内家が真、外家が直しで構成される。通称、宅来髄。下側、 従うの意味、つい、元孔、年差だ、ぶとが、子は十四家の第十八番目の家、内家が立み、外家が牛虎で構成される、通称、山風子。子、元孔、李性大家は、1 0 0日、5孔三日、林は十四家の第十九番目の家、内家が直し、 外家が羊猿で構成される。通称、自宅林。12月に廃される。林、原稿。年差だ。イタリウ、8月遊郷ミは64家の第20番目の家。内家が羊猿。外家が辰巳で構成される。通称、風地間8月に廃される。ミ、たらい。しかも、不幸も。有田川か税は64家の第21番目の家。 内家が真、外家が理で構成される。通称、辛い勢。勢、通る。理容国。ふはは64家の第22番目の家。内家があり、外家が牛虎で構成される。通称、山まびふ通る。小竜、竜王。白は64家の第23番目の家。内気が羊猿。 外家が牛虎で構成される。通称、産地白。9月に廃される。白、不利悠々王。服は64家の第24番目の家。内家が新。外家が羊猿で構成される。通称、地雷また。11月に廃される。また、通る。出入り物質、放来物とが。反復その道。7日来福。理悠々王。 部謀は六十四家の第二十五番目の家。内家が真、外家が犬で構成される。通称、天来部謀。部謀、元孔。都市差だ。その非正優、不利悠々王。大地区は六十四家の第二十六番目の家。内家が非、外家が牛虎で構成される。通称、山天大地区。大地区、都市差だ。不夜食吉。理称大川。 おとがいは64家の第27番目の家。内家が真、外家が牛虎で構成される。通称、山上なりおとがい。おとが定吉。みおとがい自給工実。大化は64家の第28番目の家。内家が辰巳、外家が直しで構成される。通称、沢風大化。大化、胸火事。理由雄王、通る。 漢は六十四家の第二十九番目の家、上下ともに漢で構成される。通称、漢ため水。最も困難、重病を覚悟する、占い団である。習勘、有りた心通る、行有なお。理は六十四家の第三十番目の家、上下ともに理で構成される。通称、理ため日。理としさだ。通る、ち名牛、吉。 参考文献、疫学入門。ありがとうございます。